白い恋人、白い恋人とは、北海道札幌市の菓子メーカー、石屋製菓が製造、販売している洋菓子。ラングド社でチョコレートを挟んだもので、ホワイトチョコレートを挟んだ白い恋人ホワイトと、ミルクチョコレートを挟んだ白い恋人ブラックの2種類がある。パッケージは、白色と水色を基調としたデザインで、中央に、利尻島の利尻山の写真を配している。 以下の内容は通常発売時におけるデータである。1976年昭和51年12月に発売開始した。商品名の由来はある年のシワスに創業者がスキーを楽しんだ帰りに白い恋人たちが降ってきたよ。と何気なく言った一言によるとされる。これは紙箱のパッケージ裏面に記載されている。 商品の色が白いことが北海道の雪景色を連想させることや北海道限定販売にしたことがを想し出張や旅行の際の土産品として人気を得た現在では年間約2億枚を売り上げるまでになり北海道の土産といえば白い恋人という人も多い土産品の単品売り上げでは赤福持ち三重県に次いで全国2位とされる 業界紙がアンケートをもとに選んだ20世紀を代表する土産品では2位のカラシメンタイを大きく引き離して白い恋人が1位となった1986年昭和61年にはモンドセレクションにて金賞を受賞したかつては札幌市内の映画館やタヌキ工事周辺屋外では音声のみでは CM が流れていた石原プロモーション制作 テレビ朝日系の刑事ドラマ、西部警察パート E が、日本全国縦断ロケの一環としてった、同作の第29話、燃える原野。オロフレ大戦争、1983年1月2日、放送では、白い恋人の工場が映し出され、当時の石屋製菓社長の石水くんも出演、白い恋人が全国に知られるきっかけを作った。オーダーメイドで、白い恋人の、 製品パッケージに顔写真などを入れられるサービスなどもある。石屋製菓が J リーグ北海道コンサドーレ札幌のオフィシャルスポンサーであるためユニフォームに白い恋人のロゴが入っている。年により胸の位置または背中にロゴがある。札幌市西区にある白い恋人パークという施設には白い恋人の生産工場やチョコレートの歴史や 美術品などを見学できる、石屋チョコレートファクトリー、コンサドーレ札幌の練習場や、クラブハウスなどがある。旧国道5号のハッサム川ほとりや国道36号の札幌ドーム付近には、コンサドーレのユニフォームをイメージした巨大な広告塔が建っている。2017年7月、札幌市に隣接する北広島市の JR。 北広島駅近くに地上3階建ての新工場を建設し、白い恋人を1日約110万枚生産している。1997年、平成9年に姉妹商品として白い恋人チョコレートドリンクを発売した。2003年秋に白いロールケーキが発売。当初は北海道の物産展や、 白い恋人パークのみでの販売だったが、2011年3月3日にオンラインで全国販売が開始した。加えて2009年12月17日、白い恋人のホワイトチョコレートを生地に練り込んだバウムクーヘン、白いバウム紬の販売が開始された。2007年、平成19年8月、白い恋人の一部商品が 賞味期限を改ざんして販売されていたとして問題となり食品衛生法並びにジャス法違反で販売停止となったそのため2008年平成20年と2009年平成21年のコンサドーレ札幌のユニフォームは胸がニトリ、背中が白い恋人となった2007年平成19年10月22日島田俊平社長が 記者会見を開き、同年11月15日に製造を再開し、11月22日に販売も再開することを正式に発表した。同社長は、今後は安全を最優先に販売していくと述べ、約100日で再び店頭で販売されることになった。また、賞味期限改ざん事件の反省により、個別放送ごとの賞味期限の印字や製品検査の徹底が割れるようになり、 生産停止を機にチョコレートの製法が改良された。当初は通常の白い恋人のみの販売だったが、その後白い恋人ブラックや白い恋人チョコレートドリンクの製造、販売も再開している。11月22日に400店舗で再発売がスタートしたが、再開を待っていたファンが殺到し、各店舗とも即日完売となった。以降も品薄の状態が続き、 石谷製菓は予定していた他の菓子の生産再開を一遅らせるなどして対応していた。2011年11月28日に類似する図柄のパッケージと類似名称で販売している吉本工業の模造品面白い恋人に関して商標権侵害及び不正競争防止法を理由に販売差し止めを求めて札幌地方半所に提訴した。 2013年2月13日に、石屋製菓と吉本工業の間で和解が成立し、吉本工業はパッケージ図柄を変更し、販売を関西六府県に限ることとなった。なお、ドアラの恋人、日光の恋人、超登る屋や,や、二次元の恋人、大富士、大阪環状線の恋人、JR 西日本デイリーサービスネット、白いお台場、株式会社ショーウェ営など、 白い恋人に類似した商品は日本各地で製造、販売されているが、それらは現時点では訴訟の対象とはなっていない。発売30周年を記念して、同社シンボルマークでも知られる、寄り添う2匹の猫のキャラクターを主人公にしたオリジナルテレビアニメ、特番、白い恋人が2006年、平成18年12月23日に、 北海道レビ放送で放映された。2007年、平成19年2月10日には、BS 朝日でも放送された。アニメーション制作は、新鋭動画。なお、寄り添う2匹は、アニメ作品上ではお菓子屋さんを経営する、猫の夫婦、黒とユリと設定されている。その後、2008年、平成20年に、プルミとラムルと命名された。 白い恋人パークエアー白い恋人パークエアーは2007年より札幌雪祭りの大通会場にて行われているスキースノーボードイベント北海道テレビ放送 HTB とのタイアップのため会場には HTB パークエアー広場の名前が付けられている会場ではスキースノーボードの競技会も開かれており特にスノーボードについては年まで トヨタビッグエアーの一般向け予選会を兼ねていた。2015年現在も上位入賞者には賞金の他 h t b のノーマターボードへの出演権などが贈られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。